やっぱりチャットで話しかけてくれたり、コメントで応援してもらって、コメントの感想を書いてくれたり、めっちゃやる気につながるよね。やる気スイッチだ。コメント見るの好きなんだ。コラボの時にさ、チャット集中して見れない時とか、後で自分のライブ配信見返したりするもん。チャット目的で、うふふ、何喋ってんのかなーって。反省会も込みだけど、わらわら爆乳の話しちゃったけど、この時のコメント欄大丈夫だったかなみたいな、わらわらドン引きされてたら次早めようみたいな、わらわら爆乳について歯大丈夫だった。今後も爆乳についての熱い思い歯、皆さんに伝えていこうと思います。必要なのかはわかります、わかりません。わらわら。もし、数十年後に、あの時の人は今、みたいな、あの時のパンダの、正体を探るみたいな、ことがあって、めちゃくちゃおじさんだったら、ごめんね、先に謝っとく。ただの、セクハラ、パンダ、なので。貴族、姉さん、爆乳について語り合うのかい。ボイチェン、使った方が平和、かもね。うふふ、語り合おうよ。クソちゃんのお胸について、サンダー爆笑中。クソちゃんの水着のファンアートが出てきてたの知ってる。めちゃ可愛いんだから。アレクサちゃんって名前だよね。違ったっけ？そういう認識だったけど違うかもしれない。これ下ネタじゃない。お胸の話下ネタじゃない。美しいってだけだから。わらわら。ディズニーさん、今度、サンダーとエイベックス、行ってくれるって言ってた。めちゃ下手くそだけど。わらわら。男どもを借り尽くす、はよ。わらわら。やろうやろう。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。酒井サンダー切り抜き隊、また見てね。それではみんな、バイビー。